上野戦争は、母親戦争の戦闘の一つ。江戸上野において、将棋平旧幕府軍と薩摩藩、長州藩を中心とする新政府軍の間で、行われた戦いである。慶応四年、賭場、伏見の戦いで、旧幕府軍が新政府軍に敗れると、徳川義信は、大阪城を脱出して、江戸の上野関営時代茂院にて謹慎し、新政府軍は、 東西軍を江戸へ向かって進軍させた。江戸城では、主戦派の小栗忠政や江本武明と強順派とが対立するが、慶応4年3月13日に新政府軍の東西大総督府参謀である、薩摩藩の西郷隆盛と旧幕府陸軍総裁の勝海舟が会談し、 徳川吉信の水戸近親と4月11日の江戸城の無血会場を決定して、江戸総攻撃は回避された。高専派の幕臣や一橋家家臣の渋沢、誠一郎、天野八郎らは、将棋隊を結成した。将棋隊は、当初本営を、本願寺に置いたが、後に、上野に移した。旧幕府の強順派は、将棋隊を購入して、 江戸市内の警護を命ずるなどして、怪獣を図ったが、徳川義信が水戸へ向かい渋沢らが、タイから離れると将棋隊では、天野らの強硬派が対等し、急進戦組の残党などを加えて、徳川や菩提寺である上野の寛永寺に集結して、林王寺高芸入道新能を擁立した。上野周辺などで、将棋隊ら旧幕府軍の関与が疑われる。 殺傷事件が続発したこともあり、慶応4年5月13日に東西大総徳府は、上野の東さんに集まった、旧幕府軍を討伐する準備を各藩に命じた。また上野からの逃亡に備え、忍に、芸州藩兵50人、川越に、筑前藩兵50人、古川に、肥前藩兵の配置を指示した。5月14日、大総徳府は、 関英寺の旧幕府軍を討伐することを正式に決め、翌日の戦火に備えて、徳川家里に、徳川家の遺杯や、宝物などを、関英寺から避難させるように命じた。また、入道校元神の鬼は、関英寺からの速やかな退去を進めた。同日夜、徳川家里家臣の服部常順、大久保一王、山岡哲舟は、徳川家の遺杯や、 宝物などを避難させ終わるまで、攻撃開始を遅らせるように、大総督府に求めた。また、服部常順は、格王院議官と面会して、関英寺の旧幕府軍の解散を説得した。田安義よりも、将棋隊に解散を説得するので攻撃開始を、遅らせるように、大総督府に求め、5月15日には、聖官院の宮へ手紙を送り、 政官院の宮からも大総督増え、攻撃開始を遅らせる働きかけをするように求めたが、手遅れだった。新政府軍は、長州藩の大村益次郎が指揮した。大村は、海江田の武吉ら新長派を制して、武力殲滅を主張し、上野を封鎖するため各所に兵を配備して、さらに将棋隊の退路を限定するために神田川や、隅田川、 中仙道や日光街道などの交通を分断した。大村は三方に兵を配備し、根岸方面に敵の退路を残して、逃走予定路とした。作戦会議では、西郷隆盛は、大村の意見を採用したが、薩摩軍の配置を見て、皆殺しになさる気ですかと問うと、大村は、そうですとにべもなく答えたという。池波翔太郎が、 日本史探訪において述べたところでは、大村は、薩摩藩平が気に入らず前述の夫人を敷き、問い詰めたのは、霧の俊明になっている。ただ、黒門口を受け持つことを各員が希望していたという、話もあり、実際のところは不明である。いずれも、虐殺の素知りを避けるための構成の作り話とも、考えられる。軍事的犯行を行う。 急爆不勢力には妥協せず徹底的に、殲滅するのが、当時の新政府軍の方針であり、その方針は続く。合図戦争で遺憾なく発揮されたからである。5月15日、新政府軍側から、戦線布告がされ、午前7時頃に、正門の黒門口や側門の団子坂、背面の谷中門で、両軍は衝突した。戦闘は、雨天の中行われ、 北西の谷中方面では、藍染川が増水していた。新政府軍は新式のスナイドル銃の操作に困惑するなどの不手際もあったが、加賀藩城屋敷から、下馬水池を越えて、佐賀藩のアームストロング砲や四金三砲による砲撃を行った。将棋隊は、東照宮付近に本営を設置し、三王台から放射した。西郷が指揮していた。 黒門口からの攻撃が防備を破ると将棋隊は関英寺本堂へ退却するが、団子坂方面の新政府軍が防備を破って、将棋隊本営の背後に回り込んだ。午後5時には戦闘は終結、将棋隊はほぼ全滅し、将棋隊の残党が根岸方面に配送した。戦闘中に江戸城内にいた大村が時計を見ながら新政府軍が、 勝利した頃合いであると予測し、また将棋隊残党の敗走路も、大村の予測通りであったとされる。円通寺に残る黒門戦いの結果、新政府軍は、江戸伊勢を掌握した。この戦いに敗戦した、将棋隊は有志により、林王寺宮と共に潜伏し、榎本武明の艦隊に乗船し、平方港に着船。春日左衛門の率いる、陸軍隊と。 一部の大使は岩木方面で、残る大使は合図へと落ち延びた。母親戦争の前線は、関東の北の要塞であった、宇都宮や、旧幕府勢力が温存されていた北陸、東北へ移った。戦闘の際生じた火災で、関永寺は、根本中道など主要な伽藍を消失、壊滅的な打撃を受けた。 戦闘が行われた黒門は荒川区の円通寺に移築されており、弾痕の残った柱などが保存されている。将棋隊を襲撃した鳥取藩の兵が敵と間違えられ、銃剣で疲れた際に着用していた軍服が港区の有形文化財として残されている。ありがとうございます。